USJ。 おはようございます。 USJ です。お腹すいたな。今日もクリームチーズトーストを食べます。ここね、2、3日、クリームチーズトーストを食べる動画を上げるのをスキップしました。やっぱりね、朝ごはん食べない時もあるしね、朝ごはん食べてそれ動画撮らない時もありますし、別にずっと食べ続ける記録を作ってるわけでも何でもないので、飛ばす時もあるんですけど、そういう時はね、何か動画をね、そこに入れ込もうかなと思ってオタマトーンを入れました。オタマトーンやっと出せた。これからどんどんオタマ日記っていうのをね、やろうかなと思って考えてますのでね。そして今日は、今日のメニュー、じゃん。あんこです。小倉クリチトースト。今日はね、混ぜました。混ぜた。簡単です。容器にクリームチーズ入れて、僕も何回もね、小倉のあんこの食べてますので、どんぐらいの量かなってわかるの、それも入れて、混ぜ混ぜして、塗ったくりました。ウルトラ Q 状態です。ウルトラ Q。わかるかな？ウルトラ Q。じゃん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 。これの、こういうやつです。ぐにゃんぐにゃんぐにゃん。僕と同じ年代の男の子はわかると思うんですけどね。早速いただきます。いただきます。うん、うまいっす。どこ行ってたんや。どこ行ってた。おはようさん、久しぶりだな。先生、まだ、めでだよ、まだだよ。OK。バン。はい。アイスコーヒーです。
美味しいな。残り半分です。うまい。そして今日はね、スペシャルゲストお招きしております。じゃーん、僕のおたまです。おたまちゃん。おたまです。おたまです。持ってきました。コメントね、みんなくれたんでね、もう一回見せてあげようかなと思って今ここに持ってきました。後で見せるね。最後の一口です。最後の最後の大きな一口です。うまい。最後の最後の一口です。はい、お、分かってますね。なんや、はい、はい、終わりです。うまかったなぁ。なんや、終わりです。変態いきます。変態。おはようございます。まだね、いつものように、いつもと同じなんだけど、寝起きでぼーっとしてます。今パン食べたから、ちょっとだいぶ目が覚めたかな。最近ね、サーフィンを立て続けに 1,2 回したので、今日も休もうかなと思って、体バラバラです。昨日はね、仕事しながら、仕事立ち仕事してるんだけどね、立ちながら足つっちゃった。昨日あんまりそんなことない。だいたい寝てる時に足つるんだけどね、このシシャモの卵のところ、ふくらはぎのところがね、あだだだだだだみたいなね。でも大丈夫ですからね。こういうこと言うとみんな、大丈夫ですか大丈夫ですか、もう全然大丈夫です。僕は笑い話として喋ってますので、全然問題ないです。ただサーフィンもね、2週間以上しない日が続くとね、足つりますね。本当に筋肉がなくなるのってすごい早いんだなっていうのがわかります。筋肉痛、筋肉痛。このね、憎めない顔してるんだよね、この子ね。ウーパールーパーに似てない顔が。音楽好き、楽器が好きな人だったらみんな好きなんじゃないかな。僕の動画見て、あ、面白そうだなって、やってみたいなと思う人と思わない人がいるんだけど、思う人、面白いですよこれ。よかったら、一緒に学んでいきましょう。僕も忙しくてね、あんまり練習でき、全然練習してないけど、まあ、ちょっと触ってます。奥さんも楽しんでますので。そしてもう買ったけど飽きちゃったっていう人、飾り物にもなりますからね、引っ掛けられますからね。コメント読んでると、知ってる人は少ない、
知らない人の方が多かった。僕は日本のことあんまりわかんないで、日本ですごい流行って、日本の人なら結構みんな知ってるのかなと思ったら、知らない人いっぱいいたね。こんな面白いものあるんだよみんな。ハワイコーさんが、コメントくれて、日本では3000いくらいくらで、あれちょっと見てみよう。もうオーダーしました。ハワイコーさんね、買うの早いの。ウクレレの時もね、僕がまだこうこうこうでなんて話してる時にも買っちゃいましたなんつって、めっちゃ早いんだよね。ちょっと待ってよ。日本でアマゾンで送料無料3430円。なのでね、 T シャツ1枚買うの我慢してこれ買ったらいいんじゃないかな。ナイヤはおたまトーンに反応する、反応するんだよね、ナイヤ。吠えます。喜ぶんじゃなくてなんかね、ワンワン吠えますね。ナイヤちゃんはね、でも昔、ドライヤーの音にも吠えてたし、掃除機の音にも吠えてた。最近慣れたんじゃないかな。なので、おたまトーンにもね、そのうち慣れるんじゃないかなと思ってます。アケさん。音符のフォルムのオタマトーンが可愛らしい UJ さん見つけますね。楽しいものを。そしてすぐに楽しみ。さすが、ウクレレの先生。夜間。あ、夜間のね、タイトル夜間として、一個パフォーマンスしましたけど。僕ね、楽しいものを見つけるのほんと上手な、好きなんです。この、流行りとかじゃなくて、みんなが流行って、って言ってみんな楽しいっていうものを飛びつくんじゃなくて、そういうものでも自分が楽しいと思ったら飛びつくけど、みんなが楽しくなさそうだ、みんながあれよくわかんない、えいつも物買うときとかね、なんかや物事を やり始めるときとか、自分がね見てね、あこれ楽しそうだな、これ自分がやったら絶対楽しめるなって思ったものが見つかるとすぐ買っちゃいます。自分の買える許容範囲のものだったら、スティールギターも生演奏を目の前で見て、あこれす楽しそう、やりたいと思って、でやり始めちゃった。あとね、親父ハワイの方でサーフィン動画、イルカと泳いだよって言ったやつね。イルカと泳ぐってなかなかないからね、みんな驚いてくれて、よしよしみたいな。オアフ島のこの西にはね、結構イルカいるんですよ。そして、僕がこの間一緒に泳いだハシナガイルカっていうイルカだけ、結構岸の近くまで来てくれるんです。あのイルカだけ。バンドイルカとかね、マダライルカ、いっぱいイルカいるんだけど、他のイルカは沖の方にで生息してるという。このハシナガイルカだけ、自分たちが岸から泳いでいける距離ぐらいのところまで来てくれて、そこで、戯れてる時があるんですね。トコトコさんが質問で、海に入る前にイルカがいるかもって言ってましたが、なんでわかったんですか？大体ね、イルカ見なくても大体、ボートが止まってるから分かっちゃうの、僕。イルカのツアーのボート僕全部知ってるから。あ、あそこに、あ、あれ、あのツアーのボートがあそこにいるなってパッと分かっちゃうの。なんと、ネタバレです。ネタバレですけどね。イルカのツアーのボートって結構早いんですね。僕がサーフィンする頃にはもう、港から出てね、イルカを探し回ってるので、そのボートを見つければすぐわかります。それで海でね、その人たちが泳がしたりしてたら、結構人が、この沖の方に、普通は沖の方にこうやって人は浮かんでないですけど、いますので、それでわかっちゃいます。はい。アケさん、車の中でブラブラしている黄色いおもちゃはチキンの丸焼きですか？気になりました。最近ね、僕の仲間がどんどん増えてるんですね。このおたまちゃんもそうだけど、おたまもいるでしょう。チキンも僕の相棒になりましたし、あれはこの間買い物行った時、見つけまして、買ってきました。キーホルダーなんだけど、
車に吊るしてます。そしてパフパフ言うのでね、そういうのも好きなんだ僕ね。あ、これ買ったら楽しいだろうなって思うもの見たら、誰から何と言われてとか、あんまり周りの目を気にしないで、それを自分のものにしちゃうという。変わり者なんですね、それ。皆さん、コメントありがとうございます。そして引き続き、USJ 劇場のコメントはハートマークで返しております。申し訳ないです。やはりね、動画作りがね、長編の動画作りって結構大変なんですね。10分以上の動画を作るというのは。なので、僕10分以下の結構短い動画を単発的に上げる感じかな。今の僕の流行り、僕のパターンとしては。なのでね、コメントがね、たくさん溜まっちゃうとね、なんか僕、例えで言うと、例えがちょっと変かもしれないけど、小学生の時の宿題みたいな感じで、あまり溜まりすぎるともう、どうしていいかわからなくなっちゃって、もうやりたくない!みたくなっちゃうね。それが、ちょっとずつだとちゃんとできるんですけど、あまり溜まりすぎるとね、もう自分の上に乗っかってきちゃって、もう、全部、全特化みたいな感じになりまして。でも今の感じですとね、プレッシャーなしでやってる、できますので、たまにこうやって、あ、これ読んであげたいなというコメントはね、ここで読んで、答えることとかできますので、そういう感じでよろしくお願いします。こうやってね、僕ほんとね、楽しいことだけを、ずっとやる。僕ね、本当に楽しいことだけをやり続けてきた人生。思い起こすと、16の時からだね。16の時高校を辞めてから、自分の人生を歩むぞ、つって。16歳の時から僕、アパート暮らししたからね、一人でやってった。自分で稼いで、アルバイト一生懸命して、アルバイトのお金で家賃払って、一人生活をしていて、それからね、自分の好きなことをやってきました。ただ学歴もなくてね、いろんなことやってきたけどね、学校行かなくてもね、僕それなりに結構学んだかな。生きる術を。自分の楽しいこと、自分の思い通りの人生生きてたけど、自分の思い通りにする人生っていうのは、我慢しないといけないね。自分のやりたいことをやるっていうのは、自分で海外旅行行きたいって言ったらすぐ行けるわけじゃないでしょ。それまで一生懸命我慢してお金貯めないといけないわけだから、そういう我慢することもすごい身についたし、誰も助けてくれないでしょう。一匹狼だったから、昔から。でも今んとこ今もう61歳だけど、うまくいってるかな。楽しい人生、送ってます。また全然何言ってるかわからなくなってきちゃった。オトマトーンのこと言おうと思ったのに。オタマトーンだよ。僕、オタマトーン。僕、オタマトーン。そして僕はこのオタマトーンをどんどん好きになるかどうか、まだ今のところわからない状態ですけど、オタマ日記っていうのを作ろうと思いました。なのでまた今までやってることと全然違うから、サブチャンネルをもう一個作った方がいいのかなと思いますけども、もうチャンネル増やしても僕一人でやっていけない、わけわからなくなるんじゃないかなと思いまして、とりあえずこの USJ 劇場で、オタマ日記という、この欄みたいな、なんだっけ、再生リストにオタマトーンってやって、USJ 劇場の中で、このオタマ日記もしようと思ってます。そして第1回を、この
撮影終わってからすぐやろうかなと思ってます。おたま日記はなんか曲を弾こうかなと思って、おたま日記でね、サムネイルのところに回数を第1回第2回とか書いていこうかなと思ってる今アイデアで、そしたらね、第100回ぐらいになったらちょっとは上達してるんじゃないかなみたいな感じで、この回数を何回何回って書いていったら面白いんじゃないかなと思ってるので、もしね、オタマトーン興味ある人いたら一緒にやりましょう。ウクレレと並行してオタマトーンの連絡事項があった。オタマトーンのね、明和電機の社長さんが言ってたけど、このオタマトーンはデジタルじゃなくてアナログなので、電池なくなってくると音程がだいぶ狂うそうです。そういうのも可愛いね。だからね、この間説明書にも書いてあったんだけど、ここにメモリを自分でこうやって書いたらいいよ。ここにメモリをどんどんこうやって書いていって、音程ごとにこうやって書いていったら、ドレミファソラシドとかね、やりやすいよって言われてたんだけど、電池がたくさん入ってる時にそれをメモリをつけた方がいいそうです。だんだん狂ってくるそうです。これが社長さんからのメッセージです。でね、買った時に電池がちゃんと備え付けでついてたんですね。それが今入ってるんだけど、結構だんだん少なくなってきた。もう1週間ぐらい経ってんのかな。でもまだ鳴ってます。多分音程はだいぶ狂ってると思う。これからね、一曲何か全然練習してない曲をいきなりやり始めようと思ってます。まだ寝起きで全然練習も何もしてない、練習してないでそのままやった方が面白いんじゃないかなと思って、これちょっと今日第1回やってみます。このオタマトーンのね、間の抜けたような音がね、楽しいです。ただね、近所迷惑になっちゃうかもしれないからね、ちゃんと閉めてやろう。なのでね、このオタマトーンの演奏が聞きたいという人、オタマ日記の方を見てください。動画別々にするけど、もしアップできそうだったら同じ時期にあげるし、できなそうだったらバラバラにあげるし、そんな感じであげたいと思います。頑張ります。それじゃあみんな、アフィホー、またねー。それじゃあまたねー、頑張ってねー。